アメリカのトランプ大統領は26日、今月亡くなった最高裁の判事、ギンズバーグ氏の後任に保守派の連邦高裁判事、エイミー・バレット氏を指名しました。 バレット氏は人工妊娠中絶や医療保険制度改革、いわゆるオバマケアなどについて反対の立場を取る保守派の判事です circle, 最高裁の判断は銃規制などアメリカ社会の大きな問題を左右し、 バレット氏が就任すれば判事のうち保守派が6人リベラル派が3人となり保守派の優位が決定的となりますトランプ氏としては11月の大統領選を前に保守層の支持を固めたい狙いです与党・共和党は承認に向けた上院での公聴会を来月の12日から開催するとしていて大統領選挙で当選した候補が指名すべきだと反発する野党・民主党との論戦が予想されます